こんにちは、上田家です。今回は紙です。はい、紙でございます。はい、こんなにたくさんいろいろと種類用意してるんですけど、はい、上田家にはいろんな種類の写真用紙がありまして、ほんの一部になります。もっとこの倍ぐらいですね、事務所にはありますし、うん、まあ、同じね、用紙でサイズ違いもね、たくさんあるんですけど、まあ、今回ね、かなり厳選して持ってきましたね。はい、持ってきました。はい、で今回はそのプリントをやる上でやっぱりこの紙沼にぜひハマっていただきたいんですね。はい、レンズ沼より恐ろしい紙沼、はい、奥深い本当にね、うん、面白い世界がねここにはあったりしますので、それをね今回簡単にご紹介したいと思います。はい、ではまずは光沢紙、半光沢紙、マット紙、あとは特殊な紙をに分けながらですね、お話をしていきたいと思うんですけども、まずは光沢紙からやっていきたいと思います。はい、はい、まずは光沢紙からご紹介していきます。はい、あんなにたくさんこう紙山積みになってたんですけど、上だけにある光沢紙は実は今手元にあるのは3種類ですね。そうですね、はい、ということで光沢紙はあまりこう作品作りの時に使ってないっていうことがこれで分かるね。うん、分かりますね。はい、まあ、光沢紙ってやっぱりテカテカね、うん、すごく輝きのあるもので、僕らのやっぱり風景をそんなに撮らないからだと思うんですよね。うん、海の風景とかねはすごく合うんですけど、僕らは街とかなので意外と超光沢とか光沢っていうのは使ってないですね。はい、ちょっとね、ここにカメラを設置しましたので、はい、光沢紙をちょっとアップにして見ていただこうかなと思います。まずこれね、小田さんの本校の写真なんですけど、はい、こんな風に輝きがね出てるの分かりますかね、光でこんな風にね。でこのシーンで言うと、例えばこういった金属質の質感だったりとか、うん、そういったところすごく綺麗に出てるよね。そうだね、あとはやっぱりこれ香港の夜景なんですけど、うん、やっぱりビルの明かりとかね、光とかそういったものがすごく光沢紙は綺麗にね出てるんじゃないかなと思います。うん、あと光沢紙の特徴としては発色がすごく綺麗です。うん、なので赤だったりとか青だったりとか、そういったところの色の再現性というのはかなり高い感じがしますね。うん、はい、じゃあ次にこれもモノクロ、紙はね一緒の紙です。クリスピアをね、はい、使用しています。モノクロで撮影したものはこんな感じでね、キランと輝きが出ます。で光沢紙で吸ってみると、この暗部のしまいとかもすごく綺麗に出てますね。あとやっぱりシャープだね、全体的に、うん、すごくシャープに感じます ね、うん、このおじいさんのひげの質感だったりとか、うん、そういったところまでしっかりと表現してくれています。なのでこれが光沢紙の特徴になりますかね。はい、まあ、一つデメリットではないんですけど、このまあ光沢という面でやっぱり展示とかするときに、やっぱり照明の位置によってね、やっぱりちょっと見え方が変わるっていうのはちょっと気をつけなきゃいけないところかな。なので日の当たるね部屋とかに飾ってると、日の当たり方によってはね、写真にこう光が反射しやすくなってしまうのも、まあ、光沢紙なので、その辺もちょっと知っといていただくといいかと思います。そうですね、それもあるので、うん、私たちはこのマット紙とか半光沢紙を使うことが結構多いです。はい、で次に、光沢紙の特徴ご紹介していきます。はい、じゃあね、この写真で見ていこうかな。はい、モノクロの写真なんですけども、これは下げちゃおうかな。うん、はい、これね同じ写真なんですが、どっちがどっちだったかな、こっちが光沢紙ですね、エプソンの写真用紙、光沢純正紙ですね。はい、でこっちがですね、クリスピアを使用しています。違うね、やっぱりこうやって見ると、うん、ちょっと輝きに違いが出てきますね。うん、クリスピアの方が透明感がある感じがするね。はい、反射率が高い分。そうだね。あと黒の締まりもいい気がするな。そうだね。ね、こうやって見ると。グラデーションとかこの辺りとか見比べてみると、はい、結構違いが出てますね。うん、なのでその辺がやっぱり異なるので、まあ、どっちが好きかですよね。これもね、うん、そうですね、もちろん。どっちがいい悪いではない。あと面白いのが、光沢紙って実はいろいろな光沢紙があって、うん、こんな風に光り方が違う紙だけじゃなくって、例えばですが、これが、スイス製の、シールっていうメーカーがあるんですけれども、これがメタリックパールっていう紙なんですね。はい、なのでちょっとこうパール状に輝きが出る紙になっています。うん、すごい品のあるね、そうそう、
出方をします。これかそうかな。そうです、はい、で何で使用したかというと、これがシールのメタリックパールっていう紙と、あとはシールのハイグロスフォトペーパー超光沢紙ですね。で擦った2枚があるので、ちょっと見比べていただこうかなと思います。これちょっとね、違いがね出にくいと思うんですけれども、目で見ると全然違うね。そうなんですよ。ここのね、紙の白の色味が若干違うんですね。だいぶこちらの方が、うん、グレーっぽいよね。あ、白が強いかな、こっちの方が、うん、でこっちはちょっと黄色が強い気がするのかな。こっちがね、あ、そうだね、うん、こっちがなんかピュアホワイトって感じ。これね、あのパールっぽい感じなので、ちょっとね、はい、落ち着きのある白なんですよね、うん、なのでハイライトの出方に結構違いが出るんじゃないかなっていう感じがします。あ、でもやっぱりこうやって見るとこのね、こう夕日のグラデーションだったり、夕日のグラデーション、こうすればいいのか、ここかな、うんうん、上がパールですね、まあ、ちょっと今ピントがここら辺かな、この辺か、はい、上がパールですね、こんな感じ、ね、いいね、輝きにね、やっぱ違いが出るのと、ハイライトにね落ち着きが出るんですよね、うん、であとは、今ちょっと手元にはないんですけれども、ピクトランの、メタルっていう紙があったりとかするんですけど、それはちょっともっとねこう光沢なんですけども、メタルっぽいんですよ、紙が鉄々しい感じが出て、はい、あの革の質感とかね、鉄もうほんと鉄の質感っていうのはすごい出るものがあったりね、うん、するので、まあ、この光沢紙っていうのもすごい、ただ単に白だだけではなくて、いろんなタイプのものがあるので、その辺もね、いろいろテストされるとね、いいかと思います。はい、あと光沢紙を使う時のポイントなんですが、まあ、光沢紙が好きだっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、今回はこちらにある、SCPX1V を使用して、刷っている写真になります、はい、で、この写真でね見比べてもらいたいんですが、はい、これもねちょっとね微妙な違いなので本当はね目で見てもらうとね、そうなんです、そうなんです、違いが出るのか心配なんですが、上側の写真がPX1V でプリントしたもの、はい、でこちら側の写真ですね、こちら側の写真が EWM873T でプリントした写真になります。はい、染料の方ですね、ですね、で、顔料と染料はインクの乗せ方の違いがありまして、はい、こっちの染料の方はインクを染み込ませるようにプリントするですね、で顔料の方はどちらかというとインクを定着させるようにプリントを行っていきます、はい、なのでインクが結構乗る状態になります。でこっちは染み込みます。なのでこれもちょっと拡大してみるとこんな感じなんです。これね絶妙な違いなんですが顔料に比べて染料インクでプリントしたものっていうのはこの光沢感がより出やすいんですね。紙の質感をより生かしてプリントすることができるので、うん、光沢紙の光沢感をより生かしたいなっていう場合は実は染料インクの方が向いてたりします。なので、ね、エプソンも顔料インクと染料インクね、うん、結構いろいろ出されていると思うんですけど、やっぱり取るもの、あとは用紙によってやっぱりプリンターのねチョイスっていうのをしたらいいんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、ということでこれが光沢紙、光沢紙でございます。はい、次は半光沢紙です。はい、我々が最も使う、まあ、用紙の一つですかね、うん、はい、で私は今回は、写真用紙は絹目帳っていう紙を使用してこれはプリントしています。はい、こちらはですねイルフォードの、ゴールドファイバーシルクっていうですね、結構細かな質感が印象的な、うん、セミグロスペーパーですね、はいはい、でまずはじゃあ拡大画面から先ほどの、光沢と半光沢の違いを、はい、まずは拡大で見ていただきます。はい、はい、ちょっと背景整理します。ありがとうございます。でまずはこれが光沢紙ですね、先ほどの、はい、結構やっぱり輝きがありますね、うん、今白に見えてるのが照明が当たってる白なんですね、うん、で次がこれが、はい、半光沢紙になります。一気にソフトになりましたね、光がね、こっちはハードに反射しますね、結構キラッときらめきがある感じなんですが、うん、こちらの輝きが少し落ち着いたような印象になるのが分かりますかね、こんな感じで微粒子の感じにね、はい、感じますね、はい、で、上だけにある半光沢用紙はこんな感じです。まずは、エプソンの
写真用紙絹目帳です、はい、これは本当万能に使える万能ですね。僕も2年前に、ニコンのザギャラリーで写真展やった時はこの紙に印刷して大きく、ね、しましたね。そうですね、サイズが、ね、めちゃくちゃあるっていうのも純正紙の強みですよね、うん、あとはこの紙は結構コストパフォーマンスがいいんですね、うん、なのでたくさん吸って、例えば人にあげるとかそういった時もすごく質感もいいし安くってっていうので結構重宝します、はい、モノクロからカラーまで万能にこなせます、ですね、はい、でここからまあいろいろな紙があるんですが、ピクトリコでいうと結構たくさんな種類を結構出してますよね。持っていて、あ、これとこれ一緒だね。あ、そうだね。ソフトグロスも結構ね使うから。うん。じゃあまずはですね、スムーズフォトペーパーですね。はい、こんな感じ。で、滑らかで落ち着いた質感を表現することができるプリント用紙だそうです。で、こちらはソフトグロスペーパーですね。はい、ナチュラルな、風合いで、微粒子が特徴の紙になっています。すごい優しい感じです。トーンが。綺麗、うん、でこれが、ソフトグロスペーパーですね、はい、厚みのある結構ね白ですね、しっかりしてますね、はい、紅白色度ですね、紅白色度が高い紙になっています。ピュアホワイトってことですね。でこれが、ブルーラベルです。ルこれ結構好きなんですよね。これなんかモノクロ写真のスタンダードとかって結構歌ってるんですけど、意外とカラーで使っても全然使える、うんものですね、これはあのバラ板帳の写真を撮る、うん、あの写真を楽しめるのでバラ板ほどね、うん、高くないですし、うん、やっぱりすごくいいコスパのいいのがブルーラベルですね。あとはですね、先ほどご紹介したシールですね、ちょっとこれパッケージしなくて申し訳ないんですが、サテンバラ板という紙ですね、うん、これもすごく質感のいい紙で、あのモノクロもすごくマッチしますし、まあ、作品性のかなり高い写真に仕上げることができるんじゃないかなと思います、はい、であとは我々が一番使用するのが極紙ですね。これです。ピクトランの極紙という紙ですね、はい、これもかなりこう微粒子が細かくってすごく立体感の出る紙になっています。ちょっとお高いんですけどね。お高いです。あの極紙ってやっぱお札に使われる紙だそうで、極紙っていうらしいんですけど、うん、お高いですね。お高いです、はい、でその分すごく気品のあふれる、はい、あのプリントを楽しむことができるっていう紙になっています、はい、ちょっとベースがきなりっていうのかな、うん、ちょっとピュアホワイトではなく少し暖色な感じの紙ですね、はい、じゃまずはね、極紙で刷った写真から見ていただこうかなと思います、はい、わかりますか。極紙はね、すぐわかるんですよ、うん、もう黄色いんでね、もうこれそれですね、はい、この写真好き、こじゃさんの、あ、パリで、ね、撮った1枚です ね、うん、ですね、はい、こんな感じですね、はい、なので今回カラー2枚ですけど、うん、パリで撮った、ね、写真、私前回、うん、あのルミックス銀座ギャラリーで写真展を行った時はこの極紙を使用しました。結構ね、この紙何使ってるんですかっていう質問を受けたんですね、うん、でこれちょっと拡大したのを見てもらえますね、はい、こういう感じでね、アンブに締まりがすごいいいですよ、この紙は。ちょっとね、見にくいと思うんですが、うん、暗部にね、キラキラっとした輝きが出るんですよ。それがこの極紙の特徴になっているんですけれども。すごいね。これも分かりやすいかもね。うん、そうだね。こっちはトーンが結構あるから。うん、で正面から見るとすごい濃い感じなんですけど、うん、こう角度をつけるごとに輝きが、きらめきがね、はい、あ、分かりますかね、これね。うんうん、出てますね。はい、でベースの色が、色というかですね、ちょっと他のものと比べてみると、これが絹目調ですね、はい、エプソンの純正紙と比べてみるとやっぱりちょっと黄色みがね、そうだね、この辺でピント強いですね、うん、はい、白、こっちが絹目調、こっちが極紙なんですね、うん、結構ね黄色っぽい紙なんですよ、うん、なので、まあ、ちょっとこう暖色の雰囲気で写真をまとめたいとか、はい、あとは、モノクロ写真でいうと温国調に仕上げることもできるので、紙によってね、この写真の雰囲気を変えるっていうのも面白いと思います。なのでこの半光沢紙っていうのはね、本当に奥深いです。本当に種類もたくさんあって、うん、あとはね、あのこの紙によって写真の雰囲気がガラリと変わるんですけど、はい、先ほどねこの紹介したソフトグロスペーパーで、ソフトグロスペーパーでやったやつが多分これがそうなんじゃないかなと思うんだけど、あ、これはねセミグロスだね。あ、セミグロス、うん、
ソフトグロスない、これがソフトグロスかな、これこれ、そうか、こっちか、うん、こっちこっちはね、あの、うん、普通の、セミグロスって今言わないのかな、あ、セミグロスだね、セミグロスっていうやつですね。でこれがソフトグロスですね、はい、このなんか柔らかさが出るよね、独特の、そう、ここら辺のね、うん、でもソフトグロスはあのアート紙に分類一応されるのかな、うんうん、うん、なのでしっかりしてるよね、髪もね。そう、なので髪によってこんな風に色が、ね、うん、しっかりと、青すごいね、この写真ね、ぐっと乗ってくれるものがあったりとかもするので、あの粒子の細かさだったりとか輝きの出方によってこの半光沢って雰囲気が変わるので、ぜひ試してみてください、はい、展示する方にもね、ぜひこのセミグロスとか、うん、いわゆる半光沢紙っていうのはすごく使いやすい紙ですので、まだトライしたことないって方はね、やっていただきたいと思います。はいはい、そしてマット紙です。はい、最近僕はマット紙ね、よく擦ってるんですよね、うんうん、私は今回はこれは、ベルベットファインアートペーパーですね、はい、僕もベルベットファインアートペーパーですね、はい、エプソンの純正紙になります。私は一番好きなのは実はマット紙なんですね。なのでここにあるのは私がチョイスしてきたマット紙が結構多くって、うん、どんなのが上だけにあるのか、まずはご紹介していきます。はい。はい、でまずはですね、これもシールですね。はい、先ほどの、スイスのメーカーになります。メーカーですね。でこれがスムースマットコットンペーパーという紙になります。あとはですね、純正紙ですね。フォトマット紙ですね。はい。あのこれは顔料専用ってやつですね。はい。はい、で次がイルフォードです。イルフォードの、テクスチャードコットンラグというやつです、はい、で先ほど、一番最初にお見せしたのがこちらです。これも純正紙ですね、はい、ベルベットファインアートペーパーになります、はい、でこれがね A3 の B サイズですね。でこの辺も A3 の B サイズなんですが、で私が一番好きな紙、ハーネミューレのフォトラグという紙ですですね。これフォトラグですね、はい、はい、サテンの方ではないですね、はい、というふうにこんな感じで、いろいろとね、あ、ここにもあるね、あ、これもベルベット、うん、あ、ベルベット、あとはこれですね、これもシール、あ、一緒ですね、テクスチャードマットコットンですね、うん、一緒ですね、はい、まあ、大体もう使うのが決まってる感じなので、こういうふうにサイズ違いでね、あったりします。では光沢紙との違いを見ていただきます、はい、まずはこれがこんな感じで、先ほどからご紹介している光沢紙、ね、クリスピアですか、これは、はい、これクリスピアですね、はい、で次にこれが極紙かな、極紙ですね、はい、半光沢になります。なのでちょっとね輝きがこんな風に異なりますね、ありますね。で次にマット紙です。でマット紙はどんなに角度を変えようが、うん、全く光がない落ち着きのある紙になります、うん、はい、こんな感じで、まあ、光沢、半光沢、マットっていうふうにあるわけなんですけども、全然、ね、雰囲気変わってきますよ ね。この3つの、ね、種類の違いをまず理解しておけば、うん、どういった方向性に持っていくかっていうのはね、簡単にできるかなと思います、はいはい、ではマット紙をもうちょっとこう深掘りしていこうかなと思うんですが、マット紙は実はこの表面のテクスチャーが紙によって全然違うんですね。そうなんですよね、全くね違うね、うん、先ほどの半光沢紙でいうと、うん、あの微粒子の大きさだったりとか輝き方が違ったりとかするんですけども、あのマット紙の場合はこの表面のテクスチャーの違いが結構ね写真に現れてくれます、はい、例えば純正紙の先ほどあったマット紙ですね、はい、マット紙、うん、はい、あの先ほど袋に入ってたやつだね、あ、はいはい、マット紙は結構このスーッとスムースな紙になっていて、あのテクスチャーがほとんどない紙になっています。なので素直な紙ですね、うん、で一方こういった僕が大好きなね、うん、あの写真展でも使ってるベルベットファインアートペーパーっていうのはやっぱりね、よく見てみると結構凹凸があってテクスチャーが出るんですね。なのでこういったねキューバの壁の感じだったりとか、この写真すごいね、すごいリアルにね、そういった壁だったりしておじいちゃんのシワ感とかを表現するにはすごく向いてたりしますね、うん、はい、はい、私が使っているこのフォトラグっていう紙はすごくそのバランスがちょうどよくって好きなんです、うん、いろいろなマット紙を試して
どれがいいかなって選んでみたんですけども、そこで行き着いたのが私はこのホトラグというハーネミューレの紙になります。でこのハーネミューレのホトラグっていう紙はホトラグとホトラグサテンっていう紙があるんですね、うん、でプリントする前はあまり違いがないんですね。同じように画用紙のようにこの染み込むようなマットの質感なんですけども、プリントしてみると実際にねこれがそうなんですけども、そっちがサテンなのかな。そうなんです。あのプリントするとね、なんていうんですかね、光が反射しやすくなるんですよ。ちょっとセミグロスみたいな感じ。そうなんです。でもそれほどね光は落ち着いてる感じですね。あれちょっとねきらめきが出るんですけど、こっちがホトラグですね。でホトラグの場合はプリントした面もこんな風に完全なるマットになるんですよ。 なので同じマット紙でもプリントした後輝きが出るっていう紙もあったりとかするので、あのぜひそういったものも試してみていただければと思います。はい、すごい奥深い世界ですね、うん、あとはねこういうマット紙って、うん、あの厚みのある紙が結構多いんですけれども、はい、今回使用したこの SCPX1V は上からでも結構厚みのある紙、例えばこのハーネミューレのホトラグとかって以前は前から ね入れてたんですけども、全然後ろから普通紙と同じようにあの出すことができます。そこら辺は今回のこの PX1V も YMVL もすごいよね。ですね、うん、で、まあ、はい、もちろん入らない紙もあるので、そういった場合は前から手差しでね、うん、また入れることができます。はい、で先ほど前から手差しやってみたんですけども、うん、すごいねスムース、前は結構コツがいったんですよね、うん、でもすごく楽に前からも手差しできるようになったので簡単になったかなと思います。 エプソンの、ね、PX1V で 1.5 ミリの厚みまで入るそうなんで、うん、すごいですよね。あ、それはすごいですね、かなり分厚めのやつもいけるってことですね。はい、はい、最後に特殊な紙をご紹介していきたいと思います。はい、ホウさん結構ね特殊な紙をね使うよね。うん、はい、そうですね。まずはこれが面白いのがシールの紙になります。マットフォトキャンパスっていう紙なんですけども、うん、これ面白いんですよ。これです。絵だね、もうね。これです。あ、本当にあの絵を描くキャンパスみたいな感じですね。ですね。これちょっと一回見せてもいいでしょうか。こんな感じで、うん、これ伝わるかな。もう紙なんです。イラストっぽく見える、ふにゃふにゃしてる感じですね。こう見せたらいいか、うん、こんな風にちょっと布っぽくなっていて、コットンなのかな、これもキャンパスですね。なのかな、うん、油絵を描くようなそんなキャンパスの上にプリントすることができます。なのでなんかちょっとこういう可愛らしい写真だったりとか絵っぽい、ね、うん、写真だったりとか、そういう写真がねマッチするのかなと思うんですけども、うん、じっくり見ると写真だね、やっぱりね。そうなんですよ。絵っぽく見えるんですけどね、うん、でもしっかりと解像感も出てたり、うん、グラデーションも出たりする紙なので、すごいね面白い紙なんですよね。お花の写真とかをねちょっとアーティスティックに撮ってる人とかにはすごい合うんじゃないかな、うん、あとはペットの写真とか家族写真をこのキャンパスにプリントしてあげて、うん、でそれを額装するっていうのも可愛いかなと思いますね。いいですね、うん、で次に特殊紙なんですが、はい、和紙ですね、はい、日本の誇る技術、はい、これは泡紙ファクトリーが出している和紙になります。すごいね、いろんな種類があって。そうなんですよ、楽しいです。悩んじゃいますよね。で紙自体にもそのスムーズなものもあれば、うん、ちょっと繊維の入ってるようなね感じのものまで、もう本当幅広くあるので、まさに今回はちょっとそれを見てほしくって、うん、あ、本当だ、この繊維ちょっと分かりますかね。分かる分かる、うん、うん、このね、これはどちらかというともう本当に綺麗な和紙って感じだね、はい、で和紙にするとすごくこう柔らかさが出たりとか、うん、でも和紙なのにグラデーションも綺麗だし、すごい綺麗この紙。あのこの泡紙のすごいところっていうのが、この和紙って染み込むと解像感がなくなっちゃったりとか、うん、写真がぼやけたような印象になってしまうんじゃないかなっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども、それがねこういった細部までしっかりと表現してくれてますし、うん、結構シャープにねこの辺も出てますもんね。そうなんです、そうなんです。だから僕らが思ってる和紙とはもう全然違うものですね。ですね、うん、なので本当これはインクジェット専用に作られた和紙になっているので、こういった細かなところだったりとか、こういった暗部までしっかりと出てくれています。会長も豊かだね。そうですね。こんな感じで
ね、これがね見比べてもらうと、先ほど言ったように紙の繊維っていうのを、はい、あえて残しながらプリントできる用紙になります、うん、なんか空とかね、この継ぎ目とかのね、うん、雰囲気とかも結構いいですよ。そうです ね、なんかこの雲のディティール感につながったりとかして面白いですよ ね、うん、でなかなかこの和紙って高価なものが多いので、こういったお試しパックなんかを使ってみると面白いんじゃないかなと思います、うん、今回使用したのが、でこれすごい嬉しいのが後ろにねデータが書いてあるんです。でこれがプレミオウンリュウっていう紙ですね、うん、あなんか雲っぽいもんね、なんか流れがそうだ、ね、シンプルな話、はい、うん、あとはあの機械すきと手すきの紙があるんですよ、はい、これ竹和紙っていうのかな、うん、で例えばこれ手すきなの。わあ、これ結構ね厚みがあるんで、はい、であえてここの部分をカットせずに、うん、手すきしたこの質感を生かしながら残してる紙なんですよね。なのでもう本当このまんまマットを入れずにこう額装したいですよね、うん、ここの耳を生かしながら。そうですね、プレミア感あるねやっぱね。そうですね、っていう紙もあったりとかしますので、うん、ぜひ試していただければと思います。で最後にご紹介するのが、はい、写真のサイズに合わせて写真の見え方ってすごく変わってくるので、はい、それをご紹介していきたいと思います。今回はまあ PX1V でまあ印刷できるサイズ感のものをねご紹介します。はい、まずはこれが 2L です。あの L 版もいけます、もちろんね、うん、なのでこれは 2L になります。ちょっと大きめですね、はい、で 2L はまあ人にあげたりとか、うん、ちょっと飾りたいなといった時におすすめです、はい、で上だけも結構 2L の写真って飾ってるんですよ。トイレとかもね全部そう 2L だね。こんな感じで、はい、で額装した時に家に飾るのにすごくいい大きさ感になるので、うん、2L こんな感じでね、あの飾ってあげると可愛いと思います。市販のこういった額もかなりたくさんあるので、うん、あのベストなものね1500円ぐらいなの。そうこの額しかもね、うん、あの結構安価なのでね買いやすいかなと思いますね、はい、じゃあ次にどんどん紹介していきます。これがむつ切りになるのかな、はい、むつ切り、はいはい、むつ切りは A4 よりもどっちかというと4対3に近いのかな。そうですね、はい、比率でいうとこっちが A4 なので3対2重ねてみるとこのサイズ感の違いっていうのがね分かるかと思います。はい、はい、で A4 はねもう馴染みのあるサイズ感ですよね、はい、まあ、まずはね A4 かなっていうところですよね、はい、で次が A3 ですね、これ、はい、そして A3 伸びっていうのが A3 伸びってやっぱ大きいですよ。大きいですね、うん、あ逆だね、あこう、はい、あでも比べるんだったらこうだね、比べるんだったらこうごめんなさいね、はい、こうですね、はい、こんな感じで差があるので大きさの違いが出てきますね、うん、なのでどの紙にするかっていうのはやっぱり作品をどれぐらい大きく見せたいかとかね、うん、ただ作品が大きくなれば鑑賞距離っていうのが、ね、徐々に遠くなって質感とか見せたい人にはちょっともったいなかったりもしますよね。あでも大きい、うん、より大きくしてあげると、うん、あの小さな写真では見えてこなかったようなディテールが見えてきたりとかするので、例えば風景をダイナミックに見せたいなっていった時は大きくプリントしてもいいですし、今回のこの PX1V だと A3 伸びまでなんですけど、もっと大きいっていうと、2L っていうのがね、A2 伸びっていうのまでね、はい、いけます。めちゃくちゃ大きいですよ。なのでそういったのもねもう自宅でできるようになってるので、うん、ぜひねいろいろ試されたらいいかと思います。はい、ぜひ紙沼にハマってください。はい、で今回ご紹介した紙はあの量販店で全て買える全て揃う紙になっているので、はい、気軽に試していただけると思うんですね。なので紙の違いで作品がどう変わっていくのかっていうのを、うん、ぜひ試してみていただければと思います。はい、といったわけで第3回目はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。